しましたらですね、次は、弁護士の蹄さんより、今ちょっとお話に出ました使用局の放送の規制機関、独立行政委員会につきまして、ちょっとご解説いただきたいと思います。直接ですね、政治家が放送行政を携わるということになると、いろんな形で政治的な圧力がかかってしまうということで、それはどこの国でもそういうことです。ですから、それを避けるために、直接、放送行政に携わらないような仕組みができているということです。で、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、韓国、日本ということでこう並んでいるわけです。日本は先ほど言ったとおり、総務省が直接やっているわけですが、他の国は見ていただければ分かるように、独立しているということが、2つ目ですね、組織の位置づけというところを見ていただければ分かると思うんですが、アメリカ、独立行政委員会、イギリス、独立した法人組織、フランス、独立、と、こういう形で、すべて政府から独立した形での組織というものが作られているということです。で、これについても、例えば財源についてもですね、アメリカであれば、通信放送事業者から徴収する免許料とかですね、そういうものから予算を組むということで、税金が入らない、つまり、国会の圧力、干渉を受けないで済むような仕組みというものが作られているわけなんですね。ただ、アメリカ泉と、さん、すみません、ちょっと1点だけ、資料、今、お手元にありますが、裏に読売新聞のコピーがついているのが、今、使われている資料です。そちらですか、ごめんなさい、そちらですけど、これもしない方は言ってください。それで、アメリカとそれからこのヨーロッパの違いですね、これ違うところが一つだけあって、一つだけではないんでしょうけれども、大きく言うと、アメリカはですね、意思決定機関の形態というところを見ていただくとですね、大統領が上院の同意を得て任命する5名の委員で構成されると、委員5名のうち同一政党に属する委員が3名を超えることは禁止されている。通常は大統領が同一政党のものを委員長に指名し、残りの委員は共和民主党から2名ずつ選ばれる。つまり与党が3、野党が2ということで、もうこれはっきりしているわけですね。で、しかも大統領が変わった段階で、任期の途中であっても交代してしまうと、3対2の、構成というのは、常に、与党側が3を取るということなんですね。そうすると、これは独立していると言ってもですね、もう政治にある意味直結しているわけなんですね。ところが、ヨーロッパ型というのは、そういうことではなくて、一応、政治から独立するために、例えば任期はきちんと全うするとかですね、選任の方法ももっと公正な仕組みを取ろうとするということなんです。で、ここに書いてあるそのイギリス、フランス、ドイツっていうのを個々ね、見てば、それぞれ特徴はあって、違うんですが、ヨーロッパではですね、こちらの A4 の縦の方の資料を見ていただくといいんですが、2008年にですね、放送部門の監督機関の独立と機能に関する欧州評議会閣僚委員会宣言というものが出されています。で、これは欧州評議会というのは、ヨーロッパで47カ国ぐらいですかね、EU なんかよりもっと拡大した、中央だとか東欧だとかも入っている組織ですけれども、そこの欧州評議会の大臣、閣僚委員会の方で、放送という分野における行政については、そこの機関が独立してなければならないということと、それからその機能というのがどういうものでなければならないかということをですね、ガイドラインみたいなものを作ってるわけですね。ですから、こちらを見ていただいた方が、それぞれのフランス、イギリス、ドイツとかっていうのをね、見ていただくよりも分かりやすいんだと思うんです。で、これは私が適当に訳したんで、正確な訳じゃありませんけれども、ちょっとこれ見ていただくとですね、監督機関、黒丸のとこね、監督機関が独立性を維持し、それを社会が尊重することが必須であると。監督機関が独立性を維持し、しかもそれを社会が
尊重しなければならないということですね。で、監督機関が独立を維持されるためにはその機関が透明性を備え責任を持たせ、権力とは分離して法を尊重するようなことが必要であると、こういうことが大きく書かれているわけですね。具体的にはじゃあどういうことが必要かということで見ると、国は政治的経済的干渉を避けるために独立監督機関へは必要な法的手段、政治的手段、財政的手段、技術的手段を提供して、独立させると。で、監督機関の方は民主主義における自らの役割と、それから多様で多元的な放送を実現することへの責任を自覚するべきであると。で、独立で透明度のある方法によって放送免許を与え、市民の利益の観点から放送局を監視するべきであると。そして、透明性、有効性、責任を果たすことを約束するべきである、こういうようなことで、細かいその下にヨーロッパの実態ということで書いてありますけれども、ここで立法上の枠組みであるとか、じゃあ実際どうやって選任されるべきなのかとか、 あるいは経済的自立ですね、どうやって経済的に自立するかとか、どういう、権能をですね有するかとかっていうことが細かく書いてある。これはある意味理想なわけですね。ですからヨーロッパの全ての国がこういう独立した行政委員会ということを備えて、独立を備えてるわけじゃないんですね。で、先ほど見たようにドイツ、フランスでもそれぞれバラバラですね、イギリスでもバラバラです。ですが一応こういう目標を持って、やってるわけです。そうですね、例えば、アポイントメント、アポイントメント、1ページの2のところですね、そのどういう形で、監督機関がメンバーが選任されるのかというようなことについても、例えばこの1枚目の下から4行目ぐらいのところですけども、政治的経済的圧力から監督機関のメンバーからの独立を保障するため、メンバーに政治的影響力を与えないように、メディアが関連する、メディアあるいは関連する分野で利害関係を持たないようにしなければならないとかですね、そういうようなことが書いてあって、それを実際にどうやって実現するかというのは各国によってそれぞれ文化が違いますので、それは一つの方法によってやれというわけではないんです。例えばイギリスの場合でいうとですね、オフコムという、仕組みがありますね。これ、先ほどのものに戻っていただくと、イギリスですね、これオフコムというのがあるんですけれども、このオフコムのメンバーがどうやって選ばれているかっていうと、もう一回この A4 の方に戻っていただいて、この資料ですね、ごめんなさい、2枚目3枚目細かい表ありますけれども、これは実際にそのどういう形で各国の独立機関がですね、番組内容について、関与しているかということが書いてあるんです。それはちょっと時間があればまた後ほど触れたいと思いますが、この何枚、終わりから2枚目かな、1枚終わりのこの読売新聞をめくっていただいて、公職任命コミッショナーという制度が紹介してあるんですけれども、第三者が入ってですね、選任過程に第三者が入って、非常に透明度を高めると、選任過程において、全ての手続きを文字に残してそれを情報公開できるような形で、非常にクリアな形で、透明度の高い形での選任をすると、そういうようなことを、例えばイギリスではやっているということです。でちょっと駆け足なんですが、もう一回こっちの A4 に戻っていただいて、一番最後ね、読売新聞で書いてあります、放送局の監督独立委員会でやろうということで、9月の20日ですね、日曜日一面トップ出たんですけれども、ここで一番問題なのは、日本版 FCC とすると言ってるということですね。先ほど言ったように FCC というのはアメリカなんですけれども、アメリカの組織というものは政治によってその3対2ということで、必ず与党側が
イニシアチブを取るという形で、政治に非常に影響されるものなんです。であともうちょっと時間なかったのであれですが、韓国の例をねちょっと紹介して終わりたいんですが、韓国見ていただくとですね、放送委員会というものになってますね。でこれは通信と融合して、放送通信委員会というものになったんですけれども、放送通信委員会というものになったんですが、なった時に FCC と同じ方式を取りました。つまり3対2にする方式を取ったんです。それまではもっと違った形の方法を取ってたんですけれども、 FCC を真似た、で真似た瞬間にいわゆる保守政権が成立したんですね。前のノムヒョン大統領はもうこれだけ10年間にわたって、民主化されたんだと、放送行政が、だから大丈夫だと思ってもっと効率よくやろうと思って、3対2の仕組みにした途端に、政権がひっくり返って、で今見ていただいた通り、ご存知の方はご存知だと思うんですが、韓国の放送行政というのは非常に、保守的な勢力によって、手足をもがれている状況です。ですから FCC 型の委員会というものを目指すということだけはぜひ再考していただきたいなと言って、こう言い逃げして終わりたいと思います。失礼します。